こんばんばはお疲れハート結婚して虫眼鏡ありがとうこんばんは中村舞ですヤッホー かわいいありがとうこんばんは元眼鏡ほどいたのねそう <laughs> ほどいちゃいました今日はあの車両移動だったんですよなのでだいたい3時間弱ぐらい 3, 3時間15分ぐらい3時間半もいかないけど3時間ちょっとぐらい また道かかるのでもう帰りも「はだかー」ってなってそう往復で6時間半ぐらいかかるまたありがと東京広島間ぐらい,いそうよそうねそうなんですよ寝ましたがうん戻って行きはマジですごい早かった。 帰りはあんま眠れんかったけど行きは早かったですねこうしてありがとう愛媛遠いでもでも愛媛は橋でつながってるからねそうスーパージェットスーパージェットね乗るときは乗るんですけどね うん車両でみんなできましたあんたありがとうでもそうだよねちょっと時間かかるよねスーパージェットって何だスーパージェットっていうなんか船 なんですけど宇品港広島の宇品港から愛媛の松山観光港までの船があって約1時間うん10分ぐらい15分10分15分ぐらいで着くですよ。速いスーパージェット速いですよフェリーはちょっと倍かかるけど。 まつ毛すごいね <laughs> 松井くなうだから <laughs> そうこれさあなんだっけあのマスカラ捨てるから今日そのまんま今バッサバサですフフ <laughs> 暮ら <laughs> してますから、そうなんですよ。してますから、家族見に来て今は家族見に来てないよ。来てないですよ。本当にありがとう。マツパはちょっとしてないですね。マツパしなくてもこれがあるんですよ。 みんな持ってる STU のみんな持ってるあビューそうビューラー <laughs> これでこれであげるんですから。 これでね、大体ね、まつげのね、まぶたの肉挟むんですよ、いつも。痛いなーって思いながら上げてます。いつもまぶたの肉挟む。<laughs> テーブルの下にそう。これが私のメイクポーチ。あれ？ぴょん。開始。 痛いなんか痛いって言うよね全然そんなことないよありがとう。 痛い思いをしながら可愛くして痛い痛いそんなことないです大丈夫ですあでっこれでねこれでさ下まつげも上げるの <laughs> どう,いうあ,あ上げるっていうか下げるこうすんの下まつげも意味わかんないでしょ これでこの下まつ毛もやるんですよ。いや、兼用じゃないと思うんだけど、こうこれをこっちにして <laughs> こうやって <laughs> こうやって, <laughs> こ,うやって <laughs> こうやってやります <laughs>。下用多分あると思う。じゃあこれでやる。 も次自宅帰ってきたよただいま自宅ありがとう帽子あ珍しく美容の話してて新鮮えー、私確かに話さないもんねだってなんかあんまりなんかねえねえゆ言ってもねえ <laughs> ねえって感じ であんま言わないですけど大体 <laughs> いいラーメンか塩分の話あんまよくないねうん <laughs> <laughs> ごめんなさいえ違う違うなんか別に特にこだわりもないんですよそんなにあのメイク用品とかになんで多分そんなに需要ないよ 私のスキンケアとかもそんなこだわってこれ使ってますとかないんですよねあんまり、えー、そうなんですよ <laughs> できる限りメイク道具も減らしたいし減らしていきたいホしみ虫ねありがとう さあ、綺麗ってよく言われてすごい嬉しい。でも。なんだろうあのなんだえ。多分皮膚科の本当に皮膚科でもらった化粧水使ってるからかね。わからん。初めて st、U、さんのライブ見れて嬉しかったです。ありがとうございます。どうでしたか？ぜひ公園に来てください。<laughs> 誘う公園で待ってます。 いい逃げた課外活動公演そうあるよ10月の23日にラストアンピーがあのー、アンピーラストの <laughs> 四国あります10月23日そう卒業公演は別であるけど あのそう課外活動はあのそうね最後だね単独かありがとう2週間ぐらいそうかも私さ10月公演がさ多分 1, 1個しかないんだよねそれしかないと思う10月23の四国公演のみかな 今のところ明日は明日は出演しません で、帽子ありがとう忘れないの忘れないよう <laughs> 何をフリーってことフリーとかは忘れないけど、うんな、なんだろう立ち位置とかかな忘れないようだって今でも僕声多分踊れるもん 僕のの番号がララ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 クルララララララクルラララララララツンチャカツンチャカツンチャえうん何か僕恋今でもあの16人いて音楽がかかったらできる気がするフフもう何か一人で。 やってってて言われたらむずいかも16人いたら入れそう全然3.9そう九な何か何刻みだったんかな3.9っていうことは大外が4.54.53.94.5-3.9は何ですか 0.6刻みに立ってるみんなだから3.9の3.3人いる3.3あ2.7みたいな感じで立ってるそうそうなんか幅2.72.11.5 0.90.3 <laughs> って感じでみんなこう0.3で0割ってる0.30.3次の人0.9みたいなよく出てきくる立ち位置かも割と。 細かいぶつかりそうもう動線を覚えたら大丈夫ちょっと洗濯が終わったピーピー言ってちょっと洗濯の音がすごいしました ありがとう。6とかあるか6番普通の公演はあんまないんじゃないかな普通の公演って多分ね5番ぐらいまでしかないんですよ。5、うんまあ、あとは壁に幕の中に入っていきます。だったら<笑><笑>いなくなる <laughs>。 えそうだよなんかドームとかになるとそうだよねなんか私名古屋ドームでなんか40何番とかあった記憶ある六十 <laughs> 60何番みたいなうんめっちゃ広い系 移動にも時間がかかる。ね、公園はそんな、そんなですよ。初見さんありがとう。なんか、まらです。愛媛県出身です。花道とかにも番号ある。ある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 。花道にあるよ。やります。 あとさよくあるさなんか真ん中にステージあるやつあのなんか普通のステージにあってこう真ん中からこう花道みたいな感じで真ん中にさらにステージがあるやつデベソそうデベソセンターステージって言うけどなん,でなんでデベソステージって言うんだろうねデベソステージっても言うかもセンターステージセンセンターステージも番号あります四角形に番号が全部振られてる グリーンアリーナ,グリーンアリーナそうだね前回そんな感じだったからね <laughs> でもさ今度の多分あのグリアリーの卒婚ユミリーさんの卒婚はこう,こうグリーンアリーナがあって 前は、こう、この横で使ってたんですよ。この横。でも今回は、こう、こっちの <laughs>、なんかすごい <laughs>、説明がめっちゃ下手なんですけど、ちょっと、こうあったら、これがグリーンアリーナだとしたら、ここにステージがあって、ここにファンの皆さん、じゃなくて、こっちにステージがあって、ここにファンの皆さん、みたいな感じで、縦に使う。縦長にそう、縦長に使うから、これ何これ、鏡 <laughs>。 <laughs> これ鏡でちょっと <laughs> あんま見せたら反,反射するから見せられないけど <laughs> 縦長に使うから長いんじゃないかなもしあるとしたこれね私がずっと使ってこれねなんか割れたんですよパッキパキにパッキパキに割れてもうあの本当はこういうなんか何ですかこう置けるタイプの鏡だったんですけど <laughs>。 割れて <laughs> でも持ってるシール貼ってる <laughs> そうスタバのシール貼ってるあとこれシーパセオシーパセオってあのー、船があるんですけどこれがなかなか当たらない船で当たらない船っていうかその何ですかなんかランダムで乗れる船なんですよたまたま。 シーパス用に乗ってそう売店で買ったジュースから剥ぎ取って貼りました<笑><笑>ジュースとかにさ貼ってあるもんとかめっちゃ剥ぎ取って貼り替える。 船そう船ちょっとダサい感じえっおしゃれじゃんあら見て <laughs> ここに海の生物も貼っちゃってさ <laughs> おしゃれでしょこれなんか使い勝手がよくてね使ってんだよ んさんありがとうシースピーカーしか知らないそうシースピーカーはあのこうここに広島があってここに四国があってダーンって行く感じの船ででシーパーショウはここに広島があってここに四国があったらダーンって行く感じの船です <laughs> なんか多分 <laughs> あ,のあの違うんですよ方向がこうかこうかみたいな どうんじゃあ私もあの自信がないんでねあの本当にそこを通ってるかみたいな。 マイキキューののャラの方向性が分からない私はもうありのままに生きてるから<笑><笑>私のキャラの方向性とか考えたことないよん <laughs> だ方向性って <laughs>、うん、私何キャラキャラあるの私何キャラなの ゆるキャラ <laughs> かわいいかわいいわちょっと待って C パスは交通手段 C スピーカーは観光目的かなそれだ採用 <laughs> これです私が言いたかったのはこれダンカダンカはこれが言いたかった今言ってくれたからそれそれこれです <laughs> 全然違う <laughs> えだからその シーパセオはたまたたまま乗れたのよ、うん、その「シーパセオに乗るぞ!」って感じじゃなくって本当になんか一日に一本しかないような感じでたまたま乗れたみたいな伝わらんかった <laughs> ごめんね なるほどありがとう <laughs> なるほどでしょこれからその言葉使って説明するわ聞かねたら私 <laughs> パスが1回しか乗ったことないのでもね行く方向も確か違うんだよそうなの本当にそうなの なんか航路が違うえ <laughs> ちょっと待って待ってシーパセオ時間帯によって決まってるからホームページたら乗れる時間分かるよえー、そうなの私さ仕事でさスーパージェット乗る勢いで行ったのその時でさ行ってみればたまたまシーパセオでさ マネージャーさんがさ、ええー、みたいになってさ、ええー、って私も、ええー、何この船ってなって、で、ラッキーだーってなって、で、しかも朝一の船だったんですよ、それが。朝何時だって。もうめっちゃ早い、まだ、まだ暗いぐらいの時間のなって、そう。びっくりして、ラッキーみたいな。え、多分お金変わんないと思うんだけど。 それで初めて乗った超ラッキーってなってマイクのおすすめどっちですかえな何シー・え,何、C、えど何と何シー・でも C パシオめっちゃいいよシースピーカーとはなんか比べるとかじゃなくてあのスーパージェットを乗っててシー・ C、パシオはなんか外とか出れるんですよ本当にもうあの海賊船みたいな海賊船じゃないけど <laughs> あのこう風浴びれるみたいな。 あのボーンみたいなのができるから S の <laughs> んかあのなんて言うんですかあのー、スーパージェットはないんですよその外に出るとかいうのは <laughs> 海賊船じゃない。 客船客船なんて言うんかねしかも結構広いそうなんかでも冬に乗ってからめっちゃ寒くってあんま外には出なかったんだけどめっちゃ良かった。 ありがとうギフト分類的にはフェリー,うーんまあそんな感じ <laughs> フェリーはいいよね <laughs> フェリー 到着メロディー違う <laughs>。到着メロディーじゃない <laughs>。着信ありの音楽みたいだえ、私、着信ありの音楽って何あの、ホラー映画じゃないの。そんなに音痴だったらちょっと待ってね <laughs>。<laughs> ちょっと待って <laughs> お。お、ダメだこりゃ <laughs>。じゃん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 。え、全然違うじゃん。

これイントロ着信ありね見たことないけど知ってるなんで知ってるんだろうねなんかこの音楽よく聞かん この間歌ってくれた瀬戸内の声すごく良かった嬉しい瀬戸内の声一人バージョン合唱しようぜ <laughs> お母さん喜んでたえカラオケ見たかな分からん何も来てないや <laughs> 見てない可能性全然あるね ありがとう職員さん中村舞です愛媛県出身です見たらお母さんから着信ありになるかなうん <laughs> <laughs> 着信音さ何にしてる ?STU の人とかいるかな普通の iPhone 私の着信音あれなんだっけ思い出せないえなんだったっけな普通にあの iPhone のやつだと思うんだけどもう全然思い出せんわ

ね、何それって言われた何それって言われるの辛いんだけど <laughs> てけてん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 てっててってってです何、えー、それてけてんてけてっえー、すごいあの知恵袋みたい <laughs> 結婚してありがとうございます マナーモードなのでああブーって感じのやつアラームはヘタれたちようにしてるえつ、ー、辛くないなんか朝からさ寝起きでさ「さあヘタれたちが頑張れ」とか言われたらなんか <laughs> もう泣きながら起きる朝ヘタれだからね 行くぞーってならない仕事とかに行くぞっん言んじゃん,じんいや目覚まし鼻だれ自分は鼻だれえ鼻だれの人がいるえー、嬉しいマイキューなんで起きてるえー、なんだろう 起きる時の記憶あんまないからねでもなんかめっちゃイライラしながら <laughs> 止めてるから本当にイライラしてるから <laughs> みたいな自分でかけて自分で怒ってかっあん止めてるでもね携帯を持って寝たらいいことに気がついたんですよ 携帯もうマジで枕に敷くとかあの急におこいやお姉ちゃんとは大体家でる時間がかぶんないのでそれはないですね いいありがとう着信はモスキートーンえっあんまりなんかモスキートーンってなんか結構いい音ではなさそうだけどキーンみたいなやつえっ蚊みたいな音のやつでしょ黒電話の音にしたらびっくりえ え、わかるよ黒電話大きいよねなんか危機感ある音にしてるかも <laughs> 最近はネキューの気配ないいやネキューいるよアネキュなんか割と早く寝てることが多くってさでさ私お姉ちゃんがさなんかソファーとかで寝落ちするのよくで それ見てなんか結構なんか話すんですよ <laughs> あの <laughs> でお姉ちゃん一個も喋んないし一個も動かないんですよ喋りかけてもでなんか私ずっと一人でずっとなんか喋りかけずっと喋るんですけど何にも本当に反応しなくってでも次の日に「なんか昨日何とか何とかって言ってたよね」みたいな感じで全部覚えててなんかお姉ちゃん寝てる間も耳だけはすごいそうなんか。 動いててえそれ聞こえてるだから次の日に会話の内容が返ってくるの何か昨日何とかって言ってたよね何とかってこれだよみたいな感じで <laughs> 熟睡してるのなさそういやどうなんだろうめっちゃ寝てるの本当にマジで爆睡してるなと思いながら そ,うそしたら <laughs> 耳だけは聞こえてるの、ね。 まいちゃんは起きてる時のことも忘れてるのに <laughs> 覚えてるよ <laughs> 覚えてますよ今日はうんーと今日食べたものとか全部覚えてますよどやお昼何食べたえっと幕の内弁当 <laughs> 用意していただいてましたお弁当いただきました <laughs> 夜ご飯も食べた夜ご飯は芋炊き食べました芋炊きって知ってますかなんか里芋とか似たやつなんですけど芋炊きと お米となんか副菜野菜とえうんなんかいん作るかも秋になったらね毎回作る芋炊きって郷土料理系かな愛媛のんかなえそう白玉が入ってるの白玉団子 里芋ごぼうにんじんこんにゃくえー、白玉鶏肉鶏もも肉うんー地域によって違うかも分からんけど具はでもそう具だくさん白玉おいしいの芋炊き あ、しいたけ、あ、しいたけも入っちゃった。なんでしっとすごいやん。<laughs> 今日の私の芋竹しいたけ椎茸入った。しいたけのこと忘れてました。しいたけごめん。白玉初耳白玉入れると美味しいの。甘いやつうん、うん。全然餅みたいなやつ。白玉団子。え、なんか別に甘くして作ってない白玉。 大発祥あなんか多分芋炊きっていうのは愛媛のそのかか川の横ら辺の何 <laughs> て言うんですか河川敷っていうんですかそういうところで炊き出しみたいなんしてそうなんか配るみたいなそういうなんか行事かなんか分かんないんですけどそ郷土料理みたいなんであってそう多分愛媛で有名なんですけど味付けはなんか。 だしっ,って感じそういっぱい作るのなんかちょっととかじゃなくて大鍋で作って食べるあ芋2回そうそういうやつなるほどありがとう,そう家でも作るんだ 汁あるかえあるよあのスープって感じじゃないけどあの味噌汁みたいな感じじゃなくてなんかスープメインなわけじゃないんですけど出汁は結構ありますなんか何て言ったらいいんかなおでんじゃないけど出汁はある。 何味だしだしだし味 <laughs> 醤油、味噌とかじゃないだしとって醤油みたいな味付けだし <laughs> 味は変だし優しい味 透き通った汁えー、<laughs> すごい気になるじゃん里芋入ってるからねあんまり煮すぎたら白濁するかも <laughs> でもあと2日目とか3日目になったら透き通ってないかも <laughs> あそうあと白玉が。 ちょっっとこう煮たらさとろとろってなるのそれでさらにちょっととろみが増すかも <laughs> 私ねなんかカレーとかも2日目が好きなんだけど芋煮も2日目が好きなんだよね。 <laughs> なんか味噌汁も2日目が好きなんか全部次の日のが好き作った当日よりもなんか味が濃くなるっけんかね <laughs> あとそうとろみがつくのも好き 明日も食べます味噌汁はあんまり変わらない気がいやこれが変わるんよ味噌汁もうありえんぐらい沸騰させるけんね <laughs> 水分が飛んでいくだんだ <laughs> 熱々で食べるのね <laughs> もう ブ,ブブブブブブ,ブ,ブ沸騰えそうだよね味噌汁ってあんま沸騰とかさせちゃダメなタイプだと思うんですけどいいんですよいいんですお <laughs> い,いす <laughs> 美味しいんですよ 男の料理前の料理 <laughs> マイちゃん猫舌ではない人いやもうねやけどするんですよ熱くって熱くって <laughs> であの後悔しますいつも 急いで食べたりしたら熱い方が美味しい芋炊き今度配信で作ってえじゃあ見る作ったら見る <laughs> 見るんか <laughs> なんか一回昔やったことがある気がするけどめっちゃ昔。 麺入れたくならならいいやこれがねならん麺は入れんでもいいかも入れんでいいなーって思います。芋滝で検索したらいちゃん2020年9月に芋滝配信してるんて待って3年前 <laughs> 3年前にえ待って今2023ですよね3年前に芋滝の配信してるみたい。 ちょっと更新させようかなじゃあ <laughs> すごい芋滝 STU で調べたら出てくるのどういうことだ <laughs> コロナ禍えほんまマやコロナ禍やんね 人参入れないいや今日入れとるよ。うん、何でもいいよ、入れて。根菜、じゃ、いっちゃおう。う <laughs> ん。里芋です。ぬめぬめする。 もう、本当に。えー、なな。トマト入れてもいいですかあんこは入れていいですかメロンも入れていいですかもう、好きにせえ。いや、あんこ入れたらさ、なんかお雑煮みたいなのできそうだね。<laughs> 美味しそうじゃん。なんか別の料理できそう。なんかだって餅入ってるから。 なああ言えばこう言うんですよなあホントに闇鍋からしあおでんみたいなもうからしつけて食べんけど最近コンビニにおでんが出てきたのもうマジで秋感じる秋ってか冬ってか この間さ、おでんん買ったんだよねコンビニででさ外国人の方がレジしてくださってたんですよでなんか「大根」って言った時も「ん?」って感じだったから「大根」みたいな感じで「大根大根大根」みたいなこれが大根って感じでこう指さして伝えてたんですよ「ウインナー巻き」「ウインナー巻き」みたいな「ウインナーウインナー巻きこれ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 」みたいな感じであのこうもう。 1>, 1対1でこう「これ!」みたいな感じでやってたんですよでその後になんか薬味がああの出せますみたいな下に書いててで味噌柚子胡椒からしって3種類ありますなんか欲しい人はどうぞみたいな感じで言ってて私柚子胡椒つけるのが好きなんですよだから「柚子胡椒お願いします」って言ったら 柚子胡椒みたいな感じだったんで「すよ、うん、うんゆずこしょやって柚子胡椒って,なんて言うのと思って英語でもう分からんけん「ソース」みたいなもう「ソースソース」みたいな <laughs> みたいなもうジェスチャーも「ソース」全然伝わんなくってななんて言ったらいいんでしょうねなんかディップなのかないやわかんないですけど柚子ペッパー柚子ってさ 英英語語なないよねユズののってあるのかなえ結構これがおでん買うのに結構もう時間がかかっちゃってうーんってなってそしたら、あのー、店長さんみたいな人が来て「でどうされました?」みたいな「であすいませんゆずこしょうください」ってなってもらえたんですけど「ゆずって英語でなんて言うんだろう?」ってずっと考えてて。 いや日本のものだよねゆずはゆずなのかなシトロ,ンえシトロンなの <laughs> ペイストいやペイストって言えばよかったね確かに。 ペーストが一番しっくりくるねなんかソースって言ってなんかソースじゃないな, <laughs> なんかちょっと一瞬思ってうーんめっちゃ考えましたかわいいよ苦手えー、ゆずってシトロンっていうの 嬉しいありがとう。いやこれね柚子胡椒のジェスチャーも難しいんですよ。だからなんかうん <laughs> みたいなうんなんかソースソースみたいな <laughs> 結構難しい。 他の店員さんいやでもねなんか頑張ろうとしてくれてたんですよすごいめっちゃめっちゃ頑張って探してくれててでなんかめっちゃ聞いてくれてたんですよもう本当に頑張ろうっていう感じがすごいしたから私も頑張ろうってなって <laughs> もうお互い <laughs> <な>んか <laughs> 頑張って伝えるみたいな <laughs> そう 大変だろうね。ね、そうだよね。難しいよね。だって、ゆずこしょう、ね。分かんないよ。う <laughs> ん。 広島に行く前にスジョイついてくるかええー、わかんないついてくんのかなでも私スジョイいる派の人だからさ言うけどさついてんのかなどうなんだろう あんま良くないかもしんないんだけどさ肉まんのさまんだけ食べてさ最後にさ肉を味わうのが好きなんだよね <laughs> あ。あの全部ははごうとはしてないですよ。はごうとはしてないんですけど最後を肉にしたいんですよ。最後は肉で終わらせたいから。<laughs> 難しそういや難しい確かにちょっと剥がすわけじゃないんですけど頑張る <laughs> 結婚しているハートありがとう <laughs> 手ベトベト <laughs> あのー この限られた紙の中でどれくらい頑張れるか肉手づかみするのしないよワイルドだね <laughs> 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 イでいや違うんだよねこれが違うんだよねーそれとは違うんだよねー何なんだろうね何なんでしょうね何か違うんですよねハン <laughs> バーガーもバンド先に食べ あハンバーガーをめっちゃめったに食べないんですよね食べるときは食べるんですけどどうだろう最後が肉肉しいものであればあるほど嬉しいんだけどえ月見バーガー食べたいえ月見食べてない月見食べたい食べましたかえまだやってるよね 秋、秋ですよね。もう遅い。えー、ふいもう終わったの食べました。え、もう食べてる人いる。終わった嘘終わった食べた。え、食べた人しかいないんだけど。食べてない。あ、いたいたいた。まだやってる。えー、そろそろ終わる嘘。 え、え、食べたい。いろんなとこが月見やってるよね。なんかさ、マックも、ケンタッキーも、なんだっけな、どっかもね、やってての見たんだよね。なんか、なんかやってるなーって思いながら通り過ぎた。あれ、どこだったっけな。なんか、月見ホカッチャーみたいな。モスえ、わかんない。モスかな。あ、ロッテリアかな。え、わかんない。 そろそろグラコロになるいや、ちょっと月見なんかさぁ、去年だっけなんか月見滑り、滑り込み月見した記憶があるんだけど月見バーガー食べる配信してなかったえ、したよねえ、ちょっとしたんだけど 多分それが去年なのかおととしなのか覚えてなくって <laughs> 食べた記憶はあるの配信で月を後ろに貼ってえそう月よね月。 満月やりたいありがとう月見バーガーねえーどこのがいいかな大食いしようかなう絶対できないわ <laughs> やりたかったけどできないな全種類はちょっと無理 <laughs> 米田も月見やってたええー、持ち帰りあるのえそうなのえだって米田の月見とかもうこんなんが来そう。 コメダコメダコーヒーってさメニューよりもさおっきいものがくるイメージなんですよサイズ感まぐってるよねなんかお姉ちゃんと一緒にかき氷食べに行ったんですよそしたらなんかミニサイズがあったんですよねミニサイズ頼んで「絶対普通の大きいからミニサイズにしようよ」って言ったらミニサイズでこんなんの着て「えー!」ってなって。 いや大っきいんよ <laughs> サイズ感がすごい。 きちゃんコメダいこうってなる米田行こうやコメダはコメダオきちゃんのイメージがある <laughs> 逃げた何食べますかやったモーニングだったらなんか飲み物頼んだら朝パンがついてくるんですよねだからめっちゃ安くお安くそう食べることができるので。 モーニングはそれかあとはあの網焼きチキンサンドわかりますか網焼きチキンサンドあれが好きあれとあとはあのミックスジュースコーヒーあコーヒーヒは あのー、コーヒーはねまあうんうんカフェカフェラテとかだったらなカフェオレとか <laughs> でも私コーヒーをさカフェラテにできるからさ <laughs> 自力でするからさ <laughs> ミルクもシロップも入れてカフェラテ作りますこの間コンビニに行ったら。 ななんかあのー、なんですかカフェあのフラッペなんかカフェオレのフラッペみたいなんがあってこれにしようと思って持ってってそしたらレジで「あ今ちょっと機械が」みたいな「フラッペはできないんですよ」って言われて「えー、そうなんですか?」ってなって「じゃあちょっと違うの持ってきます」って言って「<laughs> 今のやつを <laughs> で」で別のところに行ってでカフェ。 カフェラテ持ってってでじゃあカフェラテでってそしたら「ああ今ちょっとカフェラテできないんですよ」って言われてで,でえみたいな「えできないんですか?」って「コーヒーならできますよ」ってわかりました」って自家栽培しようと思ってコ,コーヒーをコーヒーを作ってそっからカフェラテを自力で作りました自作 自作カフェラテ。 何ができるんだでも私言いましたなんかその店員さんに聞こえるように結構「じゃあカフェラテ作ろう」って言って言ったんですよ宣言したので「ちょっとカフェラテじゃあ作るか」って言ってコーヒー持ってきてコーヒーのあの氷だけのやつ持って行って <laughs> そうカフェラテ作って帰りました私 <laughs> はカフェラテも作れるんだぞっていう。 シロップとミルクは多分4個ぐらいずつ入れたらカフェラテになります <laughs> カフェラテ宣言します でもさ、コーヒーとカフェラテってカフェインの量が違うのかなそのカフェラテ自家栽培のカフェラテを飲んだらもう夜目がギンギンになって全然眠れなかったのなんか眠たいのに眠れないみたいなのがなってえカフェインの量が違うのかなミルクが違うえカフェインの量は一緒なんかもうなんか目が冴えて いやブラックからそういやそうカフェラテはそんなに眠くならんのよいいけどねんか眠たいけど起きてしまうみたいなこのもどかしい気持ちヒー <laughs> カフェインなりしてない純粋,純粋さが素敵ですいや慣れてますからだってラーメンの後もカフェラテ飲みたいってなるし食事の後のカフェラテがの美味しさに気づいてきたのはもう大人なんか分かりません食事食後のなんかカフェラテに気づく時って大人を感じませんめっちゃ あコーヒーヒですか <laughs> そうああ、そうですかいやね太田優里さんがねコーヒー好きでね T シャツもね「コーヒー」っていう T シャツとかねなんかグッズに「コーヒー」とか書いててねすごいコーヒー好きだからさ一時期頑張ってたんだけどさもうやめたんだよね <laughs> コーヒーヒ頑張って好きになるのはでもさもともとコーヒーであったものを飲んでるからいいよね <laughs> 無理してた。 推しの好きなものを <laughs> マイキューラーメンキャラだからそんなことないですよだって私割と隠してるもん ラーメン多分みんなにメールとかで「ラーメン食べた」って送ってるよりも3倍ぐらい多くラーメン食べてるけど <laughs> そしたら「食べ過ぎ」みたいな言われると思うから結構隠してるキャラキャラじゃないから優里さんって NMB の太田優里さんそう卒業しちゃったけど ちゃんと報告してください。え嫌だね。嫌 <laughs> だねー。<laughs> 大谷さんから他に影響を受けたもの？ えー、なんだろう何受けたかななんかね服装とかも結構すごい好きでさおしゃれなんだよね大手入里さんってめっちゃさ好きで真似したいなって思った時期はあったんだけどな多分私は系統が多分ちょっと違くってそれもあのうん ちょっと <laughs> 諦めた顔 <laughs> う<ー>んありがとう古着とかそうそう系統真逆でもなんかさそれがよくない逆に <laughs> よくないかな なんかちょっとかっこいい系だからあのかっこいい系にはあのかわいい彼女系を目指すわ <laughs> そうするわ <laughs> あの同じにはなれんけど <laughs> その考えに至ったんよね私は <laughs>。 憧れてるのうーんなんかなんか好きみたいな感じ ゆりちゃんってまいちゃんのこと知ってるのかななんか1曲だけ同じ曲に参加したことがあるんです「<laughs> おはよう」から始まる世界っていう曲なんですけど AKB さんの「ノーウェイマン」のカップリング曲でそこでそう初めて同じそう曲で一緒になったんですけど あの MV とか見てもらったら分かると思うんですけどほぼ私多分映ってないと思うんですよ <laughs> まあだから <laughs> 一緒な感じはしないかもしれないんですけど一応いてその場にはその場にはいたんですよでめっちゃ話しかけたかったんですけどその時には話しかけられなくってえそうい一言も話せなかったし写真めっちゃ撮りたかったのにツーショット 撮れませんでしたなのでその時の写真は全然ありませんもう人見知りを発揮しまくって。 マイキはコッコちゃん推しなんだと思ってましたよ誰が推しが一人だと言いましたか <laughs> 推しは一人とは限らないまあでもコッコさんは推しっていうかなんか姉さん姉貴って感じがしますね結婚して娘がね こっこさんは姉さんコッコ姉さんマジで姉さんですそうねよく連絡取ってる推し何人まで OK いや人数を決めるもんじゃないねまあちょっといっぱい増えたらさ さすがにさ、なんか、推しのグッズ欲しいじゃん。だからさ、厳しくなってくるじゃん。だから、そうならないぐらいまでなんじゃない <laughs> なんか <laughs>、わかんないけど <laughs>。あのー、人数で決めるもんじゃないね。しかもさ、なんか、全然違うんだよ、やっぱり。 もしはまだバレてないってあえ誰に私に <laughs> バレてないって言ってる人が私に。 二押しだと嫌かえそんなことないよ押してくれてありがとう <laughs> いやお財布で決めようとかじゃないんだけど現実的な話ねなるよねならない私さお便よりさんのグッズさ全部本当は欲しいけど全部は買えないからさ何をどれを選ぶか割ともう。 なんかこれは絶対いるしなみたいな感じでいやそう自分の限られた中でね推し活しないとですね優先順位で「これはいるぞ!って」み <laughs> た ありがとう舞ちゃんグッズ悩むめっちゃお母さんがさマイちゃんってうちわを買ってきてって <laughs> 私自分のうちわ買いに行くから超言われるなるほどありがとうえー、そう何のうちわがいいのって言ったらなんかなんだっけなあのルームウェアルームウェアのうちわと あとあなんだっけウェディングのうちわとあとツアーのタオルとめっちゃいろんなもん <laughs> いろんなグッズ欲しいグッズを言われて確かにタオルかわいいよねあのタオル。 やったウェディングは来年もやろうウウェディングウェデディィンンググの撮影ね結構大変でしたねやっぱウェディングドレスってすごい大変なんですね着るのもなんか移動するのもさ衣装さんがさこうやってうし後ろのスカート持って移動するからでさ全員来たのえっともうみんなみんな来たから。 メンバーめっちゃ大変でしたね結構時間がかかってたウェディングドレスねすごかったねもう本当にすごい現場でした花嫁がいっぱいいるみたいな <laughs> いろんな <laughs> いろんなところに花嫁がいっぱいいるみたいな <laughs>。 えうれしいありがとう。生写真やったね。<laughs> 結婚してありがとう。 そう自分でえドレスも自分で選んだ気がする、うん、インスタのストーリー何だったのねえ聞いて私インスタのストーリーのなんか,なんか何投稿したらいいかわからないよねセンスがなくってさ <laughs> だからとりあえず顔でもの <laughs> せとくかと顔顔のせといた困ったら顔のストックは なんかさおしゃれなストーリーとか更新できんけんさもうもう顔顔でいきます顔もう真顔,顔しかも <laughs> ちょっとね <laughs> なんでズームかなんかブーメランってやつにしたかったんだけどなんかできなかったんで。 アップにしましまたこうやって <laughs> 自分で <laughs> 撮りながら <laughs> なんかあの分かるあのブーメランっていうやつにしたかったんだけど。 自分でこうやって,やってこと自分の顔アップにする変ですよね2本指じゃなくても上下するだけでアップできるよええそうなのこういうことこういうことみんなから教わるインスタ講座 あほんとに意味ない投稿すると思うけどあの気にせんとってマジで気にしないで。来て本当 顔だけっていう <laughs> 57分可愛いいありがとう壇上の時間だよあっという間だね <laughs> 変な顔してた <laughs> あっという間だね 大丈夫。ビタミンさん。ゆずきちさん、ponta さん、まささん、元町さん、中村大好きマンさん、おっさんずサムさん n2f さんきなぺこさん50代独身さん、福太郎さん、くまれ、パパさん、ふっちゃんさんありがとうございます。ねー、待って変顔じゃないんだけど、私さ変顔したことそんなないの？みんなめっちゃ変顔してるとか言われる。変顔じゃありません。変顔普通の顔。

おやすみ。<笑>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 